林蓮でございます。本日は伝統ある立川お囃子大会にお招きをいただきまして誠にありがとうございます。今回私ども荒畑林蓮にお声掛けをいただいたのには訳があります。荒畑林蓮の成り立ちに金東会林蓮さんが深く関わっているからです。金東会林蓮の初代メンバーの井上誠一さんが昭和30年代に所沢市荒畑に引っ越していらっしゃいました。荒畑には明治時代から続く岩屋市が戦前まであったのですが、戦後の混乱期に途絶えてしまいました。お寺の倉庫にしまわれていた太鼓を井上さんが見つけ、昭和50年頃に林を復活させたそうです。その後、荒畑の夏祭りでは井上さんが金東会に声をかけて、笛方さんたちが多数応援に来てくださいました。井上さんはもう亡くなりましたが、一昨年には諏訪神社の例大祭に荒畑からお邪魔させていただき、まさに30年越しのコラボレーションが実現しました。金東会の皆さんには感謝してもしきれません。さて本日の演目ですが、純和流の古い文献に残る流しという演目です。屋台囃子に始まり、静か者を交えて屋台囃子で締める一連の曲に踊りをつけた構成にしました。短い時間ではありますが、古谷重松のふるさと所沢の純和流をお聴きください。
Thank you.
Thank you.